バイゼルについててもいい頃なんだけど、なんだか様子が変だわ。何？でしょうか。この船、やっぱり様子がおかしいです。もしかすると怖いです。気配を感じるよ。でもなぜかとても弱いの。こんな奥ないところに精霊さんがいるんですか。わからない。もうちょっと様子を見るしかないわね。何かいるよ。気をつけて。仕方ないわね。行くわよ。
行きましょう。覚悟するのね。ダブルアタック。私たちの邪魔をしないでください。
どきなさい。
邪魔ね。私、幽霊マニュアのマタロウと申します。とうとう念願の幽霊になることができました。十分満喫しましたので、そろそろ帰ります。この感動をあなたにも、さようなら。わわの人に呪いを移されたのね。この呪いをかけられたら、別の誰かに呪いを移さないと一生この船から出られないよ。別の誰かって言っても、そんな置いていかないで。ひどいよ。どっちもどっちだと思うけどね。あなただって今一瞬仲間を犠牲にしようとか考えたんじゃないの？バレちゃいましたか。とにかく、この呪いの元になるものは、この船のどこかにあるはずよ。それを残されたみんなで探しましょう。お願いします。もし探すのが嫌になったら、いつでも変わりますから、行ってくださいね。探索するの心細いでち。幽霊はちょっと怖いけど、仲間を見捨てられないものね。早く呪いを解いて元に戻してあげましょう。
見たいわよ。ダブルアタックピー、それここは私に任せて。それ、
さまよえる魂の船に。仲間の呪いは解いて、私たちを解放してよ。方法は一つだけ。私を倒すことだ。ちょっと、たった二人でこんなのやり合うっていうの？いやいや、やるしかないでっち。行きましょう。
よくぞ、我が迷える魂を解放してくれた。喜んで力を貸そう。仲間の呪いも解けたであろう。皆さんのおかげで元の姿に戻りました。ありがとう。さんがここにいるということは、闇のマナストーンもこの船の中に？闇のマナストーンは失われし石、もはや現世には存在しないだろう。かつて世界大戦が起こり、古の神獣以来世界が二度目の危機を迎えた時に、闇の力が増大し、闇のマナストーンだけ封印が解けてしまったのだ。では闇の神獣が、いかにも。大昔、人間たちは古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを平和に使った。やがて人々はエネルギーを奪い合うようになった。
闇の魔物たちはここにつけ込み、世界を戦乱の渦へと巻き込んでいった。光の司祭さんも同じことを言っていた。ついに闇のマナストーンの封印が解け、真珠と闇の魔物たちにより世界は滅亡寸前にまで荒廃した。それ以来マナストーンは失われ、住処をなくした我が魂はこうしてさまよえる幽霊船となり、長い時を後悔してきたんだ。その後、闇の神獣はどうなったの？滅亡寸前で回避できたのは、なぜ？わからない。なぜか突然と闇の神獣は魔物たちと共に消えてしまったのだ。それから長い年月が過ぎ、世界はよみがえった。だが闇の神獣は消えたわけではない。おそらくこの世界とは別の異世界で再びマナストーンに姿を変え、この世界のどこかに影を落としていることだろう。だとすると、人間たちにはマナを減少させる方法がないのに、こんなにもマナが少なくなってしまったのには闇のマナストーンが関与している可能性があるわね。でもどうして？魂が解放された。この船が消えてしまう。今はこの島から脱出する方法を考えましょう。